ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2019ラウンド5が11月4日に茨城県の筑波サーキットジムカーナ場で開かれました。全国から大勢のジムカーナライダーが集まる年に一度の祭典ジャパン大会が台風19号のおかげで中止になってしまい、盛り上がりに欠けてしまった2019年、年間ポイント争いにも大きな影響が出てしまいましたが、この第5戦で全てが決着します。そうですね、あのジャパンが、雨で延期になったのが多分これだけのポイント差がついている大きな理由の一つだと思うんですけど、このアドバンテージがなんかこ うまく利用じゃないんですけど、うまく うまくね、いい方向に行ければいいのかなというふうには思います。はい、ただ、そうは言いつつも、いつもの自分を 100% 出せて出せるような走りをできればなというふうに思ってますので、楽しもうと思います。はい、15あるともう終わったかなって感じはあるんですけど、まあ、でもとりあえず優勝しないと始まらないんで、優勝するつもりで頑張ります。勝っても池田さんが失敗しないとダメってそうですね、池田さんが大きなミスしないとどうしようもないんで、まあ、多分ないと思うんで、まあ、粛々と勝つだけ頑張って走りたいなと思います。一応あれからだいぶセットアップ変更してきて、かなり練習ではね、1% ぐらい上がってるので、だから、まあ、もう少し頑張ってみて、もうちょっと絡めれば面白いなと思ってます。はい、何か走る変更というか、ちょっと今のところ内緒のところで、まあだいぶ大変更なの で、まあ、ジャパンが中止になったことでテストをできて、それでその流れでセットアップを続けてきたら、まあ 1% ぐらい今上がってる感じがあるので、まあ、うまくここで合わせられればもう少し上がるかなって感じはしてますね。3戦4戦良くなかったですね。いい時と悪い時のちょっと波が今年大きくて、で、まあ前半良かったんですけどね、だからまたちょっと盛り返したいですね。それでは A クラス第1ヒートを見ていきましょう。まず第1出走は東北二輪ジムカーナクラブ代表のゼッケン30番畠山選手。久しぶりの関東の大会ということで、今年からランプのタイミングが変わったスタートシグナルに引っかかってしまい、フライングのペナルティがついてしまいました。このスタートシグナルですが、1年経ってもまだまだ攻略しきれていなくてですね、この大会でも上位シードになればなるほどフライングが多発していましたね。元ジムカーナは1人ずつ走るタイムアタック競技なので、時には1000分の1秒を争う展開にもなるので、スタートでも当然1000分の1秒単位のギリギリのラインを狙ってスタートするんですが、そこの失敗で受ける代償が1秒というのは厳しいですね。A 級トップクラスの戦いになると、1秒差というのはもう上位入賞の6人に入るか入れないかというくらいの差なので、本当に厳しいと思います。ゼッケン18番角谷選手は YZ250X というツーストマシンで走ります。この角谷選手はエンジンを乗せ替えた N チビで走っているイメージが強いですが、昔はホーネット600をこんな感じで豪快な膝すりスタイルのライディングで走らせていましたね。A 級選手がなぜ速いのかって話を一番説明しやすいのがこの松本選手の走りではないでしょうか。他のクラスにも多数エントリーしている MT03 ですが、とにかく松本選手が走らせるとアベレージスピードが高いのがわかると思います。こういった切り返しの部分でも全然スピードの変化が見られませんね。とにかく A 級選手はアベレージスピードが速いんですね。アベレージスピードが速いっていうのはどういうことかというと、ブレーキによる減速が少ないんですね。極端な話、ブレーキで減速することなくターンに進入します。そんなの曲がれるわけないじゃんって思いますよね。
それが曲がれちゃうんですよね。なんでかっていうと、その前段階でそんなにスピードが出ていないからなんです。いやいや出てないってめっちゃ速いじゃんっていう話になってしまいますけれども、ここから先は A クラス第2ヒートの動画の方にネタを取っていきましょう。それではここから A クラス第1ヒート上位6選手の走りを見ていきたいと思います。ここまで見事なフライングはないんじゃないかっていう感じでスタートしていったのはゼッケン5番 NSR250R の広瀬選手。もう、スタートシグナルの2秒くらい前からオートバイ動き出しちゃってましたね。この広瀬選手 NSR 乗りとしてはかなりボディアクションが大きい方ですよね。スタートでもそれが出ちゃった感じですが、なんと生タイムで1分32秒218とトップタイムをマークしているので第2ヒートに大いに期待が持てます。5位にはゼッケン6番 WR450F の市村選手が入りました。まるで早回しを見ているかのような鋭い動きでマシンを走らせます。今のところのタイドルとの距離感すごいですよね。そして際立っているのがリアサスペンションの動きです。これくらいリアサスっていうのは動かすものなんですよ。市村選手の1本目のタイムは33秒057でした。4位はゼッケン2番 NSR の池田選手。2位に15ポイント差をつけてシリーズチャンピオンに王手をかけて迎えた最終戦。いつになく気合のこもった力強いライディングを見せて第1ヒートは32秒827をマークしました。堅実な走りで6ポイント以上を取りに来るのか、最後も優勝で決めるのか、第2ヒートに注目です。ゼッケン11番 WR450F を狩る鳥羽選手が力強くスタートしていきました。いつになくキレが鋭いですね。マシンも新しくなって特に最近絶好調です。 A 級ライダーの走りは綺麗にまとまってスムーズなものだとよくこの動画で言ってますけれども、これくらい豪快に走ってくれた方がやっぱり見ていても面白いですね。そしてここからが鳥羽選手の真骨頂ですよ。決まったブレーキターン、そして折り返しのこれも完璧に綺麗に決まりました。今回結構ブレーキターンを繰り出した選手は多かったんですが、鳥羽選手が一番綺麗に決めましたよ。1本目のタイムは32秒556で3位でした。そしてこの人、関東地区ではジャパン大会でしか見ることができない中部地区のトップライダー、ゼッケン17番大川選手。 A 級選手の NSR らしく滑らかな走りですが、富永選手や池田選手とはまた少し違って、重心を結構大きくイン側に落としながらのより深いターンと伸びやかな加速からの流れるようなコーナーへのつなぎが光ります。認定大会にシリーズ通して出ていればもう何度かチャンピオンを取っているんじゃないかと言われますが、その通りだと思います。大川選手のタイムは32秒322をマークして2位に入りました。そして第1ヒートトップタイムをマークしたのはやはりこの人、ゼッケン1番 NSR の富永選手でした。ジャパン大会が流れてしまって池田選手との15ポイントの差を埋めることができないまま最終戦を迎えました。自力でのチャンピオンダッシュは叶わないですが、せめて優勝して20ポイントは取っておきたいとの思いで走ります。相変わらず流れるように走ってますね。見ていてわかると思いますが、加速らしい加速っていうのをしていません。逆に減速らしい減速もせずに、とにかく一定の速度で走っているように見えますね。今の2つのフリーターンとかインもアウトもパイロンギリギリを通りましたね。自分のターンの半径をミリ単位で把握できているっていう感じですかね。もうね、富永選手の速さの秘密は何なんでしょうかねっていうことで、ラムカーナ的にある仮説を立ててるんですが、きっと富永選手はタイムリープをしています。タイムリープです。最終出走の利点を生かしてですね、他の選手が走り終わった後、トップタイムが出せるまで何回も何回も時間を巻き戻してタイムリープしているに違いないです。そうであれば一発目から練習会で何回も何回も走った時のような完璧すぎるライン取りができるのにも納得できます。まあ冗談はさておきって、あながち冗談ではないかもしれませんが、最終戦で追う立場とは思えない非常に落ち着いたライディングを見せた富永選手のタイムは1分32秒254でした。ゴールですら力まずスーッと入ってきました。